はい、始まりました。シューちゃんオートです。ハッピーハロウィーンということでですね、まあ今日ハロウィーンということ、そして何より今日からですね、オートレースの、日本一を決める、日本選手権、こちらの初日ですね、今日全レースやっていきたいと思います。まあ初日、オープニングだけね、ちょっと、まあ、ハロウィンっぽくやってみました。はい。私の精一杯でございます。今日はですね、1レースから最終レースまでちょっと長いね、バージョンになってしまいますが、ぜひですね、最後までお楽しみになって、そしてみんなで日本一をですね、6日間、見届けてですね、楽しんでまいりたいと思いますので、一つ最後までご視聴をよろしくお願いいたします。オープニングの1レースですね、こちらまやちゃん頑張ってくれ、スタートトップスタート、苦手な浜松、もうそこを克服すれば優勝戦までいける。1レース予選、まずスタート、いけまや、伸びたべ、スタートしました。伸びたべ、好スタートは3番佐藤まや、外目からは7番の新井啓太も伸びてきています。佐藤まやトップスタート、7枠から新井啓太が2番手、そして8枠から久門が3番手です。5番の金子はやや立ち遅れまして、中段4番手、5番手です。1番田村二郎と横並び、今1台かわして金子4番手、いや啓太スタートいったな。後方に6番の早船、2番の横田、4番阿部仁志です。先頭は3番の佐藤前、背にかけるは7番の新井啓太、新井啓太がいい進出、ここで先頭に上がりました。3番手8番久門、そこに近寄る5番の金子、残りは4周回です。3番手が変わっていきました、5番の金子が浮上しています。先頭7番の新井啓太、2番手は3番佐藤真也、よし前ちゃん伸びてる伸びてる伸びてるよ、5番の金子を伸びてるよ、3番手に浮上しています。久門金子、ここは3番手での争い、レースは後半戦残り3周回、先頭に抜け出した7番の新井啓太ですが、3番佐藤真也再びぴったりマーク、7番新井啓太は内を締めて抑えるところを待っていくか、佐藤真也この2台デッドヒート、3番手久門、金子は1番人気ですがやや離された、4番手久門が流れて内から救って金子が3番手に再浮上です。前は新井啓太必死に守っている、よし、ただやや流れました、ここは内を救っていく3番の佐藤真也、ここも再逆転で佐藤真也が先頭です。新井啓太2番手、3番手も依然争い続いていて、金子久門4番手、さあ金子大輔来い、2着まで、青旗振られてファイナルラップ、1レースからデッドヒートが続いています。先頭わずかに佐藤真也、2番手7番新井啓太、金子がそこに迫る、最後潜れるか、久門その後最終コーナーに入っています。トップスタートから一度は先頭譲りましたが、逆転で先頭を奪い返して、いや啓太2着か、オープニングレース、よし前ちゃんおめでとう。さあ第2レースですね、5番もクロちゃんのロケットスタート、これを期待、もうこれしかないです、もうクロちゃんスタートからドーンと行って、そのまま突き抜けちゃえ、3秒切りました、さあ行くぜクロくよ、2レース予選、クロちゃん来い、スタートしました、そっからチェンジ入れてグインと来い、7番の黒川、きた、
内では1番の山本もスタートを切っていますが、7番の黒川のトップスタート、1番山本が2番手、外からは6番の辻、その後3番高橋、内目を狙って4番岩崎、やや外目5番の柴田です。8番鈴木岩崎さんの車いいよ今日。走1番の K ですが最高峰です。ほら来た、2周目入ります。7番の黒川が7枠からでも突き抜けたスタートです。2番手は1番の山本、同期のワンツー体制の逃げです。3番手が6番の辻、4番手インコースが4番岩崎、外からまくって高橋光ポジションを1つ上げました。うわ岩崎さんどうした。3周目に入ります。7番黒川京介独走体制です。リードは4車身以上。1番の山本が2番手を守りきれるかどうか。6番辻のインコースから3番高橋が入ってきています。さあ三菊さんそこの3番手に浮上、1号車の内入っちゃって残り3周回着実に3番高橋番手を上げてきました。5番手あたりのスタートでしたが、しっかり2番手までは上がってきて、3番手1番山本、その後が4番の岩崎です。岩崎が内をつく、1番山本をかわして3番手に浮上しました。素晴らしい。上位人気の3名、黒川京介、高橋光、岩崎良一の体制と変わりまして、残りは20秒。岩崎さん車出てんだよな。7番3番4番このままの体制でゴールを迎えますと、3連単は1番人気、3連単3桁配当となりますが、残り1周半、黒川リードは十分にとって、3番高橋2番手、4番岩崎さん、後半走るほら岩崎さんの方が強いんだよ。でも三菊さんしそうはない、いまいちだったけどね、さすが7番黒川、しっかり2着まで。1からでしたがトップスタートの逃げです。十分にリードを保って最終コーナーに入ります。3番高橋2番手、黒ちゃんナイススタート、あとはねもう少し、もう少しおめでとう。3レースですね。ここは篠厚一本で勝負でございます。疲労数がねスタートはいけてもね、篠厚につけられたら結構厳しいんじゃないかな。さあ頑張れ篠厚と広和。スタートしました。内枠2人、1番篠原やや出遅れた、2番の鈴木広和がトップスタート、1番篠原なんとか2番手はこらえました。その後が3番の田中、やや外目から5番の中尾、その後6番の須田、外からまくっていって一気に3番手争いに加わっていきます。4番山田、そして8番の伊藤翔馬、7番手、7番小原最高峰、レースは2周目。さあこっから篠厚どうだ。トップスタートは2番の鈴木弘和、1番の篠原は2番手から、この両者やはりレースをリードしていきます。3番手が5番の中尾、4番手が6番の須波です。その後4番の山田、8番の伊藤翔馬、この2台さあ追いつくか。5番手6番手後方に3番の田中聡、7番小原最高峰です。先頭2番の鈴木弘和、2番から注文通りのトップスタート、逃げる体勢を。これで逆転があると思って 1,2 で勝負なんだけどな。1番の篠原、2番手から3番手は車間開いています。5番の中尾、その後6番の須田、8番伊藤翔馬が5番手です。残り3周回を切っています。3番手争いですが、8番の伊藤翔馬が一気にインから2台をさばいていきました。中尾須田をかわして3番手に浮上です。ただやや流れまして、5番の中尾が救おうとしています。さあラスト2周こっからだよ。残りは2周を切って、前の2人は体勢変化はありません。2番の鈴木弘和先頭、1番の篠原、もうちょっと近づきてえな。先頭2番手の車間ですが大きく変化はありません。その2台に対して8番の伊藤翔馬がぐっと差を詰めて、6番砂見は4番手。いや弘和の頭が肩振られてファイナルラップ。先頭は2番鈴木弘和、2番手が1番の篠原、そこに8番の伊藤翔馬が給水してきました。最終コーナー6番スタミは4番手、やられた。鈴木弘和最後は突き放しました。2番手1番篠原、外から伊藤翔馬並びかける、翔馬来た。
第4レースですね。ここはもう1番のキムタケ、あとは若ちゃん、1番2番、この2車で勝負でございます。しっかりキムタケスタート切って、そこに若ちゃんが乗っかっていく。1番2番この2車で行け。スタートしました。1番の木村、左右内枠からしっかり飛び出しています。その後続くのは内枠2番の若井、さあ若井が内側を総代理して、3番の大木、やや外目5番の金貝です。かなり枠順に近いようなスタートの手順です。先頭1番木村武史、2番手2番の若井、翔平が最近いいんだよ。3番手が4番吉原京介、並んで5番の金貝、かましちゃおう。3番大木は5番手、その外に1走1番時計対6番の永田貴則、8番竹谷、7番中竹一、さあ1、2で争ってるよ。さあ5が来るよ。1番木村武史、そして2番手、さあ高も頑張れ、高も頑張れ、両者の一騎打ちです。高も上がってこい、頑張って。1番の木村を捉えて、若井ったん、若井が先頭です。1番の木村が2番手差し返すことができるか。3番手離れました5番の金貝、その後3番の大木、4番の吉原、さあ翔平前までくっつけ、いけるか。そう1番時計対6番永田は追い上げていけるか。6番手、レースは後半戦残り3周回です。1番木村トップスタートでしたが、2番手に出た若井が木村をすぐさま捉えています。木村は少し滑りが見られるか、やや離されてきています。3番手は5番の金貝、その後が3番大木、6番永田は1台かわして5番手。さあこの 1,2 の争いに5はくっつけないか。前の2人、若井と木村、そこまではないのか翔平。5番の金貝がこことの車間を縮めていける。さあ高も上がってこい、頑張って。3番大木、6番永田、この辺りは4番手5番手、残り1周半のバックスレッジから3コーナーに入っています。外来てるな。先頭2番の若井、2番手は1番の木村、車出てんで高、この両者の一騎打ちですが完全に若井が優勢。残りは1周回、青旗振られてファイナル、高車出てんだよ。永田隆則が車速上げてきて、現在4番手2番手を上げて、3番手の5番の金貝にも迫ってきます。大木がインコースから狙ってきた。大木が飛び込んで3番手に上がったが、やや流れている。3番手は並んでいく。先頭2番の流れた、2番手1番手高田。5レースですね。ここはもう永井大輔スタートからですね、1コーナーから2コーナーにかけてこのかまし、もうここでもうトップでしょう。それよりももう1コーナーでもうトップに入っちゃおう。5レース頼むぜ大輔、いけ。スタートしました。チェンジ入れて、非常にいいスタートが見事に飛び出していきました。3番の永井トップスタート、1番の松尾も2番手につけて、4番の吉田が3番手、人気3人5スタート、5番田中茂が4番手のインコースです。その後は外から8番の石川哲也5番手、7番牧瀬、2番の中山、6番岩田は最後、2-2がね、良かったんですよ。3番の永井の大好き、頑張れ。トップスタート、この逃げを捉えられるか。1番の松尾、松尾もしっかり2番手に出ています。3番手4番の直島、4番手が5番の田中茂、走走1番手、直島選手もスタートね、良かったね、行ったね。石川哲也5番手から抜いていくことができるでしょうか。レース3周目です。大輔頑張って、後ろは 2-2 だよ、気を引き締めて、少し差が開いたか。4番青島、その後が5番の田中茂、8番石川哲也変わらずに中断、5番手の位置で残りは3周を切っています。さあ抜けたよ、この2車が。3番長井、そして2番手1番の松尾、この2人の一騎打ちとなってきました。4番青島は前2人には少しついていけません。3番手、その後ろ5番田中茂、8番石川哲也、体勢に変化は。さあ頑張って、レースは終盤残り2周回。3番の永井の逃げにしっかりついていく1番の松尾、仕掛けるところまではいけるでしょうか。3番永井が2車身ほどリードしています。2番手1番の松尾、大きく離れました。3番手4番直島、その後5番田中と8番西川、青島さんしっかり3着9、青が流れてファイナルラップ。3番永井がわずかに先頭、松尾がつかず離れずの2番手、大きく離れた3番手は4番の青島正樹、4番手が変わるかどうか。接戦で最終コーナーに入っています。先頭は3番長井、トップスタートから逃げ切り、いや素晴らしかった、この2車おめでとう。
さあ6レースですね。ここはボックスで勝負。掛川くん、荒尾選手、そして桐生、2、6、7、この3車で勝負。まずは掛川くん、スタート全集中。6レース予選競争採点スタートしました。4番の中村との角を出てけ、掛川抜いて、そこから掛川、真ん中からは6番の荒尾が出ていきますが、2番の掛川トップスタート、続いたのは3番の平田、6番の荒尾は3番手、7番に村が4番手です。荒尾選手頼みを、平田選手を早めに早めに早めに、6番手、5番高宗が7番手、1番鈴木聡太最後方です。先手を取った2番の掛川、主導権を握っていきます。タイミング合わねえか。3番平田、2番の掛川との差がやや開けてしまいました。6番荒尾が内をさばいて平田を捉えて2番手浮上です。7番三村もついていけるか。ヒルもついていけ。先頭2番掛川、2番手6番荒尾、3番手に掛川逃げちゃい、そのまま頑張れ。3番の平田は交代。掛川逃げろ。中村智和はスタート遅れましたが追い上げてきています。現在5番手です。先頭2番掛川、2番手逃げろ、掛川君逃げろ。3番手7番三村と人気3台いるのは前争いから、いや飛龍のが車が出てる。残り3周を切って依然掛川が先頭、6番荒尾がじわじわ近寄ってチャンスを狙いますが、そのうちから行った。飛龍7番三村思想では荒尾を上回っています。かなり競り合った。うわーやり合ってな。荒尾は少々膨らんだ格好になりまして、内から3番の平田も狙ってきている。荒尾はなんとか3番手をキープです。先頭2番掛川、2番手7番三村、いやー今難しいな今の。どうだろう。先頭は少しリードを広げました。2番手3番手、三村と荒尾が少々競り合っている。荒尾は今度はさあ掛川ラスト1周頑張って、荒尾が振られてファイナルラップ。2番の掛川トップスタートから逃げる体勢を作っています。7番の三村に今度は6番の荒尾が全力だった。いやーどうせそれはちょっときついな。荒尾3番手最終コーナーに入っています。先頭2番掛川、2番手7番三村、3番手6番荒尾、おめでとう掛川勝ったゴール。攻めれなくても記録はある。加賀谷の季節、ここから加賀谷が勝っていく。頑張れ加賀谷、全集中いけスタート赤。二番車のフライングのため青ランプの点滅が始まりました。さあヤッシーのフライングで再発送ということですね。もう一回加賀頑張れ。スタート5秒前、赤でちょっとびっくりしたかもしれないけど大丈夫、お前じゃない。さあいけ頑張れ加賀谷、いけスタートしました。2度目のスタート決まりましたが、ややバラバラっとしたスタート。5番の早川も少し遅れてしまいました。藤岡選手打った。7番の藤岡和樹の好スタート。ただうち2番の松本スタートを決めてきた。松本がトップスタートです。2番手7番の藤岡、3番手は3番泉田、1番田中将暉、やや遅れた早川聖太郎ですが早めに追い上げてきています。4番手かませ頑張れ頑張れ。加賀です。6番の加賀谷、7番手、4番木山は最後方です。2番の松本、勝ち上がり権利はありませんが、それでもスタートを決めて逃げる体勢を作っています。7番藤岡が外からかましスタート、2番手、3番泉田、3番泉は伸びないな思ったより。泉田のコースを狙ってきていますが、ここはまだ届きません。4番手位置変わりません。先頭2番松本、2番手は7番の藤岡、3番手は3番泉田、4番手に5番の早川です。松本が主導権レースを引っ張っていきます。カガドンケか。3番泉田、5番の早川は4番手、体勢に変化はなく、いやそこまで思想悪いとは思わなかったけどな。2番の松本、1度目フライングでしたが2度目のスタートも決めていって、さあ聖太郎来た。7番藤岡かましスタート、2番手、ただ先頭との車間は縮めていけません。5番早川が3番泉田を捉え3番手に上がってきました。残り2周で早川の追い上げ、どこまで届いてくるでしょうか。3番泉田、4番手、5番手が松本。藤岡選手スタート見事だったな。先頭2番松本、2番手が7番藤岡、その両者に迫る5番の早川聖太郎。残り1周はちょっと劣勢に見えたんだけど、早川が
同期藤岡に迫ってきました。先頭松本、2番手争いですが、早川が前進がかかっている、飛び込んでいけるか。早川が藤岡のインコース捉えて2番手に上がりました。蓋を開ければ1番人気、2番人気か。最後の挑戦、少し危ない。先頭は2番の松本康、ゴールイン。2番手は7番ですね。ベッコンビー高谷がスタートでどこまで行けるか、そこがもうキーです。これあとは4番のね、中村恭輔選手センターからスタート行けるかどうか。さあ行け、スタートしました。内枠勢2番の恭輔、そこから伸びてくる。高橋は少し浮かせたか。2番の丸山がトップスタート。4番中村、さあ高谷も行った。7番佐藤高谷のかましですが、3番手あたりです。1周3コーナー、4番の中村恭輔早めにインに潜り込んで、2番の丸山を捉えて先頭に立ちました。さあ K さんも来てる。7番佐藤高谷3番手、外から8番の佐々木 K が4番手です。その後5番中野、3番の高橋、いやー恭輔早いわ。1番持ち合い6番の谷津です。先頭は4番中村恭輔、2番手に出て早めに先頭に立ちました。2番の丸山2番手、3番手から佐藤孝也が前、2人との車間を縮めてきています。で3周目です。4番手8番佐々木、5番手が5番の中村。さあ高谷いけんのかこれ。前3人が少し抜け出して、わあそこいけるかもしれない。いけんな、ここか。ああちょっといけねえか。インコースから7番、もう覗けるけど、いやちょっと厳しい。1つ我慢の3番手佐々木圭、そして中野のリフト4番手5番手レースは5番。いや2も悪くないんだよ、丸ちゃんも悪くないんだよ。前3台少し固まっています。4番中村、2番の丸山、7番佐藤孝也はどう攻める。ここで飛び込んでいけるか。前は少し壁になっているが、佐藤孝也やや滑っている。いや微妙な。なんとか2番の丸山をかわした。2番手に上がって残りは2周回です。いや後ろから計算が来てる。内野使ったでしょうか。4番中村恭輔が突き放してきました。7番佐藤孝也、計算が来た。3番手2番丸山の内を狙う佐々木圭ですが、ここはまだ届きません。4番手残りは1周回、青旗振られてファイナルラップ。4番中村恭輔、終盤戦は突き放していきました。丸ちゃんがこう立て直してきた。7番佐藤孝也離れてしまって2番手、3番手圭さんがちょっと滑ってる。逆に佐々木は4番手で最終コーナーに入ります。4番中村恭輔、2番手から早めに先頭ダッシュ抜け出しました。佐藤孝也2番手、丸山3番手、いや恭輔おめでとう。4番中村ゴールイン。9レースですね。ここはスピアニさんと中村正人選手、3番4番この2歳の勝負でございます。今絶好調の岩見さんね、スタートがしっかりそれに乗っかっていく正人、3番4番来い。スタートしました。さあチェンジってそこから伸びちゃい、スタート飛び出していきました。1番外から8番の西原も好スタートを決めてきています。3番の岩見トップスタート、正人そこ張って、中村正人と8番西原とは秋この2台並んでいましたが、4番中村2番手、8番西原は3番手です。その後5番の松山、7番浜野は5番手、後方に1番川口、2番の山浦、6番の斉藤哲司です。3番闇狙い通りのトップスタートでしたが、しっかりついてきた4番の中村正人、松山さんがこれか、その2つ上回る中村が外に持ち出して、浜野選手だよ、競りかけようという動きです。
3番ヤミわずかに先頭、4番中村2番手、8番西原3番手、内を狙った浜野順です。浜野がインコースから西原を捉えに行く。3番手が変わるかどうか並んでいます。前2人も並びました。3番ヤミ外から中村、ここは抵抗を見せます。3番ヤミ、3番手は8番西原が抑え込んでいます。前は切り返した中村も外、中村が3番ヤミを捉えていくか、岩見が抑え込んでいく。この2台のデッドヒート、わずかに中村が前か。うわー、まさとだ、これだと。この2人の熾烈な攻防戦、強い。3番手西原、4番手浜野、この両者も争っています。残りは2周の終盤戦、中村が岩見を攻略、先頭に立ちました。岩見必死の抵抗も2番手、再び中村に近寄りたいところですが、現在は中村が1車身半ほどリードです。いやー、まさとああいうロックオンした時はもう怖い。8番西原、浜野が素晴らしい、少し力尽きたか離されてきています。残りは1周回、ヤムさん頑張れ、ファイナルラップ、ヤムさん頑張って。このレースも人気決着となりそうです。先頭4番中村、2番手が3番ヤミ、3番手は8番の西原、最終コーナーに入ります。西原選手も車はいいね、伸びてる直線となるか。最終コーナー、中村先頭、岩見2番手、8番西原3番手、4番中村、まさとおめでとう。10レースですね。ここはもう7号車タック一択でございます。スタートね、行って1コーナーでかまし、もうこれがもうイメージイメージイメージ。さあタック行こうぜ、行け。スタートしました。5番の伊藤信夫、センターバーからスタートを決めて、さあそこからかましていこう。入り口1番の森谷、そして伊藤信夫、伊藤信夫がトップスタートです。森谷が2番手、その後内に潜り込んだ8番の内山隆秀、3コーナーで2番手に上がってきました。7番の有吉は外を回して3番手、1番の森谷下がってしまって4番手です。その後は6番の浅香、2番増崎、3番中山光は7番手からです。さあ切り返して内に入っちゃおう。トップスタート伊藤信夫、逃げる展開を作りました。2番手8番内山をさばいて7番の有吉が上がってきています。3番手が8番の内山、その後1番森谷、6番が坂、3番中山、現在6番手です。伊藤、さあ光頑張ってかましてこよう、光来い。それほど早いタイムではありませんでしたが、渾身のスタートを見せています。7番の有吉2番手につっか上がってきて、そして先頭の伊藤信夫を射程圏に捉えてきています。この内山さんだけ切ってるんだよ。伊藤信夫を抑えた。有吉2番手、内山3番手、3番中山光、思想は1番時計ですが、ここで切り返して1台かわして5番手です。先頭伊藤信夫、2番手有吉達也、この両者は一騎打ち。離れた3番手内山隆秀、森谷隼人、3番中山、現在5番手。レースは終盤残り2周回です。3番中山かなり気力は良さそう。1番の森谷をまくって、そして8番の内山にも接近です。前は伊藤信夫に対して有吉、さあもう一度仕掛けたい。さあ切り返し、そこで入るか。伊藤信夫は最後に勝負か。競争になってきた。残りは1周、青旗振られてファイナルラップ。3番手でも内山が懸命に守っている。中山4番手、最終周回のバックストレッチ。先頭伊藤信夫、外から並びかけようというのが7番の有吉です。3番手内山、中山4番手、いや残したか。最後の直線です。伊藤信夫、内から有吉が迫る。伊藤信夫、有吉、信ちゃんだ。さあ11レース、水木頑張れ。スタートしっかり行けば絶対頭まで行ける。お前ならできる。水木俺は信じてるぜ。
11レーン。さあ前周中行け水木スタートだ。スタートしました。そっからチェンジって伸びてこい。センター枠から5番の青山周平トップスタートを決めてきました。一番小林が2番手、池周平にくっついてけ。渋沢が4番手です。3コーナー大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。2番手に上がってきました。小林しっかりしっかりしっかり。その後8番渋沢、まずくっついてこ、まずくっついてこ。後方に6番の青木、まず浦さんにくっついてこ。先頭5番の青山周平、2番手につけた7番の浦田慎介。そう、後半型、後半型、水木は後半型、大丈夫。タイムをマークしています。しっかり青山2球出走、抑えるレースになるでしょうか。残りは4周回。浦田2番手、3番手は1番の小林瑞希、4番手以下はすでに完全に離されています。頑張れ瑞希、くっついてくっついて。周平リードは2車進ほど。離されるな番手7番浦田、周平に離されるな。小林瑞希です。頑張れ。レースは後半戦残り3周回。それでは浦田が上回っていましたが、青山がじわじわ突き放す体勢に変わってきています。浦田が2番手、1番小林瑞希、ちょっと正円部から立ち上がりの部分がちょっと遅いな。3番手です。青山先頭、浦田2番手、小林3番手でレース終盤戦、残りは2周。じわじわっと離されてるな、水木頑張れ。人気なの決着となるでしょうか。青山周平、5枠からトップスタートを決めて、リードをしっかりと。ストレートは伸びてる。で、突っ込みも悪くない。こっから立ち上がりがちょっと遅い。小林3番手で残りは1周回。青葉が振られて、3、4コーナーは悪くない。この1、2コーナーがいまいちなんだよな。決着を迎えますと、3連単は2番人気、最終オッズは 4.5 倍。5番、7番、1番の順で最終コーナーに入っています。いやー、周辺行かれたか、しゃあない。昨年のチャンピオン、まだまだ初日、大丈夫。今年も初日はまだ白くしよし。 OK、 OK、 OK。 最終レース、ここはもう慶一郎一択でございます。スタートしっかりいけばもう慶一郎の独壇場。さあ全集中スタートだけだ。慶一郎行け。スタートしました。鈴木慶一郎、少し浮かせ気味のスタートになりましたが、どうか。4番の大内がトップスタートを決めてきました。3番大月2番手、鈴木慶一郎は3番手からバックストレッチ、大月をかわして2番手に浮上しています。外目からは6番の長田正也、そして1番外から8番の人見武史です。7番佐藤裕二、6番手神谷田はスタート遅れてしまいました。7番手最後方2番の大壁です。先頭4番落ち、2番手5番鈴木圭一郎、3番手外目から6番の長田正也上がっています。さあいった。3コーナー、鈴木圭一郎が4番落ちを捉えてここで先頭に浮上しています。落ちさん頑張れ。4番落ち2番手、3番手6番長田正也、その後8番の人見武志、人見さん頑張って。スタートを決めた大月ですが下がってしまっています。内目からは7番正也さばいてくれ。外目からは2番の岡部聡です。1番の神谷田は最後方苦しい展開。3コーナーです。先頭鈴木圭一郎は抜け出して2番手以下との差を引き離し始めています。残りは3周回。マサヤがね、そこまで良くないと思ったんですよ。大久が2番手粘っています。ひとみさん頑張って。粘りこの後どうか。6番長田しそうでは劣勢でしたが、レースでは好位を取って3番手、おうちに対しては車間を縮める、そんな動きです。8番ひとみが4番手、切り返してくる。5番手切り返した6番長田が4番を捉えていく。残り2周回。6番の長田正也2番手に浮上しました。4番落ちが3番手、その後は8番の瞳、2番の岡部、追い上げてきていますが現在5番手です。先頭ナンバーワン鈴木圭一郎は2番手以下を大きく引き離して、残りは1周回です。青旗振られてファイナル。いや、やっぱマリナリーしっかり来るな。マサヤ素晴らしい。番の落ち、この両者が2番手3番手、飯塚勢が2番手3番手、その後4番手で人々岡部の競り合い、最終コーナーに入っています。いや、まずは圭一郎、ね、初日1着、最終的に2番手以下を大きく引き離しました。 OKOK、 鈴木圭一郎初日白星を勝ち、残り6番長田2番手。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。いや、慶一郎勝って、周平も勝って、今日はですね、やっぱり人気になった、一番人気の選手がね勝ったって形で、結構硬いレースも多かったと思います。はい、ですがですね、明日以降どういう風になっていくのかね、あと5日間ありますからね。はい、
ということでですね、本日のシューちゃんオート、日本選手権の初日、全レースをやってまいりました。明日もやってまいります。ぜひ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。あと5日間楽しみましょう。最後にお願いです。チャンネル登録並びに高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロとの新規入会よろしくお願いいたします。